笹津線は、富山県にかつてあった、富山市の南富山駅と大沢の町の、私鉄笹津駅とを結ぶ富山地方鉄道の鉄道路線である。1975年3月31日限りで廃止された。笹津線及び富士越線は、富山京弁鉄道の手によって国有化を見込んで開業したものである。富山駅にて行われた富山京弁鉄道開通式。 富山警弁鉄道が開業した旨を報道する、新聞富山警弁鉄道の開業を報道する、新聞。写真は、堀川新駅と、同社社長、佐藤助九郎及び同社取締役、牧野平五郎1912年10月22日に、佐藤組の佐藤助九郎、朝日雄平、三田雄吉は、富山警弁鉄道合司会者の名義をもって、富山笹図館における、 京弁鉄道敷設免許を出願した。明治以来、三井鉱山経営家の上岡鉱山は銅、鉛、亜鉛等の重要鉱山品を多く産出し、ことに日清、日露戦争による軍需拡大以来は、その生産量も飛躍的な増大を遂げつつあったが、その輸送量急増に対処するため、飛騨街道の改修とともに、馬車鉄道の敷設が計画されていた。 その株ブラは1892年8月の越し、日馬社鉄道であり、これに続いて1896年5月には、富山馬車鉄道が、東岩瀬笹津間の鉄道敷設免許を取得したが、株式募集の不調や1897年11月の名山鉄道計画の不上もあり、いずれも計画実現を見ることなく解散していた。この名山鉄道計画も政府が、 鉄道敷設法に、岐阜県下、岐阜塚花賀の県下松本より、岐阜県下鉱山を経て、富山県下富山県に、イタりる鉄道を計画していたことや、工事混乱等の理由により立ち消えとなった。そこで、富山軽弁鉄道はまず平坦で鉄道敷設工事が、比較的良いな富山笹図間に軽弁鉄道を、敷設し、馬車等に頼っていた、鉱石輸送の不便の解消と、 飛び越し間における交通の便を開くことを目的としてこの出願に至ったのである。軽便鉄道としての出願には国と県の政策が背景にあった。従来の煩雑な施設鉄道法が純然たる地方交通路線建設には支障をきたしていたことに鑑みて1910年8月3日より施行された軽便鉄道法と その建設促進を主眼として1912年1月1日より施行された軽便鉄道補助法は全国的に軽便鉄道建設の機運を高めていた。これに加えて富山県は独自の政策として1912年11月1日に軽便鉄道及び機動圏補助規定を制定し政府の補助対象とならない路線への補助を行う姿勢を打ち出した。こうして 富山県下においては、富山軽弁鉄道のほか、1913年6月25日に、立山軽弁鉄道線、同年9月1日に、富山電気軌道線、1915年7月21日に、都並軽弁鉄道線が開業したのであった。鉄道員は1913年3月6日に、富山軽弁鉄道へ、富山停車場かミニ川郡大沢野村間の、 鉄道不設免許をカ付した。この時代には1910年に鉄道員が行った測量を結果をもととして飛び越し間における間接鉄道予定線は、後の高山本線が取った越中やお経由ではなく、笹津経由が有望視されており、富山軽弁鉄道の不設免許カ付に際しても、 本線路派付設法の予定線に該当するをもって予定線を付設する場合における場合における相当条件を不死火前と任務との条件付きであった。1913年12月5日に富山京弁鉄道は合資会社の方式を改め株式会社として設立され社長には佐藤助九郎が選出された。株式は二割9部七輪が三井鉱山。 佐藤組関係者が2割一部6輪、残余の5割程度を沿線地域の有力者が占めた。同年12月15日に、合資会社名義の鉄道敷設免許を、富山京弁鉄道へ譲渡する申請を行い、同年12月26日に許可を得て、正式に事業を開始した。1914年3月9日には工事、施行に因果を得たので、同年3月20日より着工した。 当初計画においては、富山駅稲荷場官は、神通川急流への加強費節減のため、北陸本線と共用する予定であったが、信号所建設等に多大の費用を要し、かつ列車運行に生ずることが見込まれたため、公費2万5千円をもって、新線を建設することとした。同年7月18日に、土地収容法による土地収容認定が公告され、同年9月からは、 レール敷設工事に着手した。工事は全く順調に進捗していたが、富山軽便鉄道が東京高田商会経由でドイツのヘンシェル社に発注していた機関車は輸送中に第一次世界大戦の勃発によって商船がマニラ港にて抑留されたため、鉄道員より国鉄百獣形状機機関車を借用して工事列車運転に当てた。 東京アマの工場にて製造された客車6両、貨車30両は無事に届いたが、機関車は全く到着する見込みが立たないので、鉄道員よりもう1両を借りて、開業に臨むこととなった。1914年11月14日には、富山笹図間において、試運転が行われ、同年12月6日より正式に開業した。停車場として、稲荷町駅、 堀川新駅、熊野駅、大久保町駅、大沢野駅及び、笹津駅が開業し、停留場として、山室駅及び、荷川駅が設けられた。当初は、混合列車が、富山駅笹津駅間を1日後往復しており、開業第1期の運輸成績は、旅客1日平均490人、貨物1日平均585トン、 収入は政府補助金の7341円を合わせて1461円。支出は9664円であり、797円の利益を得た。非襲木材の奥保貯木場、富山系弁鉄道線の開業に並行して、三井鉱山は上岡鉱山専用軌道を建設しており、1909年5月には、まず杉山土間が開通し、 続いて1915年4月に笹津駅まで開通、加えて1920年に鹿間まで延伸され、富山と上岡は鉄路によって連絡し得るようになった。こうして、笹津駅は上岡鉱山の鉱産品輸送拠点として延伸を極め、駅前には運送店や旅館等が進出して大いに賑にわいを見捨てた。沿線の国葬地帯において産出される米国も、 鉄道によって全国へと搬出され、東岩瀬の仲買人に依存していた肥料についても1920年設立の北陸米越えのように地元業者が主体となって取引を行い得るようになった。こうして開業5年目の対象7年度の成績は旅客貨物ともにすでに当初計画を突破した。従来人通川によって運搬されていた。 飛騨の木材も大久保用水経由で大沢の駅付近に運ばれ、そこから鉄道によって輸送されるようになり、大沢の駅南側には、奇集木材の貯木場が1920年に設置されている。1915年4月に、富山京弁鉄道は本社を、富山市総久留は203番地から、富山市桜町へと移転した。この場所には後に、富山地鉄ビルが建設されている。 同年10月24日には社名を、富山鉄道に改めた。好調なる成績を背景として、社名変更と同時に、臨時総会にて、笹津付近に遊園地を建設することを計画し、1916年1月28日に、付帯事業経営の許可を受け、同年4月18日に下記のみ営業する、八木山駅を開設し、 富山鉄道が建設した神通閣や笹塚菅公園への観光客誘致を行った対象後期に入ると神通川水域における電源開発が活発化し富山鉄道における工事用資材輸送も増大した。こうして富山鉄道は1927年度に旅客389,555人、貨物137,870トン、 駅金10万5601円の成績を収めて、頂点を極め、貨車も増補されて70両を所有するに至った。東井野谷と井野谷駅を結ぶ上岡軌道の橋梁を。しかし1927年9月1日に、越中八尾まで開通し、1929年10月1日に、笹津駅まで延伸された飛越線は、富山鉄道線の経営を一気に悪化させた。 これは、上岡からの貨物が、富山園と、運賃通算が可能な国鉄に転換されたために、起こった現象であり、1930年度の富山鉄道における貨物数量は、前年の約半分、利益は3割程度にまで落ち込んだ。また、乗り合い自動車の発展による、旅客運輸の競争も活発化していた。こうした背景により、 富山鉄道は1928年12月に政府へ国有買収申請を行い、1929年6月と7月には二度にわたって政府損失保障請願を行った。政府は1929年12月に5か年に限って損失保障を行うことを認めたが、 富山鉄道の経営陣はたった5年の損失保障では到底経営を継続し得ないと判断し、1931年12月26日の株主総会において鉄道事業の廃止を決定、翌1932年1月11日に廃止許可申請を提出した。1930年11月27日の飛越線笹津駅谷駅間開業によって、 神岡鉱山専用軌道が1931年9月16日に東井の谷井の谷間の路線を完成させて直接井の谷駅に乗り入れ同年10月28日に東井の谷笹図間の軌道が廃止されて富山鉄道が完全に神岡鉱山の貨物輸送の使命を終えたことがこの判断の背景にあり1931年度の 利益は1928年度の1割8分、1932年度に、至っては9分9輪にまで落ち込んでいた。沿線の住民は廃止反対運動を行ったが、鉄道省としては、堀川新駅笹津駅間の路線廃止は、やむなしという判断であった。しかし、富山県営鉄道が堀川新駅において連絡していることに鑑み、 富山駅堀川新駅間は存続すべきであるとされ、当初は富山県に路線上との検討が行われたが、結局新会社を設立の上、この区間の運行にあたる計画が承認された。1932年12月12日に沿線市長村長を招いて開催された懇親会において廃止後は、 鉄道省が自動車路線を開業させることが発表されると廃止はほとんど了承され、翌1933年4月17日に、堀川新駅笹津駅間は廃止、同年4月20日に残存区間である、富山駅堀川新駅間を、富南鉄道2条として、富山鉄道は解散した。富山鉄道に対しては、富山鉄道株式会社所属鉄道中堀川、新笹津間、 廃止に対する保証のため交際発行に関する法律によって廃止保証が行われた。堀川新駅笹津駅間の線路用地は富山電鉄自動車が買収しており、戦後に富山地方鉄道笹津線が建設される際に用いられた。富山駅堀川新駅間の営業を引き継いだ富南鉄道は1933年4月12日に発足した。 5.0km の短い区間ではあったが、沿線に、富士越し工材工業や日満雨防食等の工場があったため成績は好調であった。1937年4月16日に、普南鉄道の社長に、株式の大半を所有していた富山、電気鉄道社長の佐伯宗義が就任して、同社経営参加に入り、1941年12月1日に、 富山電気鉄道に買収され、富南鉄道は解散した。省営自動車笹津線車両と、商懇車前乗工場省営自動車笹津線の車両蒸気のように、高山本線の開業により、貨物収入の多くを失った富山鉄道は、1932年12月16日付をもって、堀川新駅笹津駅間の鉄道営業廃止申請及び損失保証金、 交付申請を行ったのであるが、この申請の是非を問うた1933年1月18日の第9回鉄道会議において、鉄道省は、富山市営軌道や富山県営鉄道等の既存交通機関との連絡等の地方事情に鑑み、省営自動車を運行する旨を答弁した。この方針によって、1933年3月31日より、鉄道省は、 富山駅笹津駅間に自動車路線を開業させた。当時の新聞である富山日報は運行本数は1日に往復40本もあり、富山駅笹津駅間を高速度で連絡するので、運賃は富山鉄道線に比して4000高くなるものの、その乗り心地、スピードにおいてはるかに便無駅であると評価している。また、富山駅、高官道前駅、大久保町駅及び、 笹津駅においては、一般運輸営業を行うほか、二長駅、熊野駅、大沢野駅及び八木山駅においては、旅客とともに小荷物及び貨物の取り扱いが行われ、富山駅、高官道前駅及び大久保町駅においては、事務室、公衆電話、便所及び給湯室の設備が整備されることとなった。鉄道少年法によると、1933年度末において、 笹津線には、バスが2台、バストラクターが5台、トレーラーが6台、トラックが2台で、合計15両が配備されていた。このバストラクターというのは、旅客及び貨物を同時に運輸できる車で、被験員車を自由に切り離すことができ、荷主の都合にも合わせやすいことから重宝され、笹津線の他に、白木線や佐賀の関線においても用いられた。大沢の調子には、省営バスは、 今までに見たこともないような大型車両や荷物牽引車などを設備し、発着時間も正確であったので、利用者も全時増えていったとある。一方で、省営自動車笹津線のルートにおいて、それまで乗り合い自動車を運行していた富山、電気鉄道系列の富山電鉄自動車は、大きな打撃を受け、競合路線を休止するに至った。折から、富山県一市,市街化を標榜し、 富山県内の総合的交通体系を樹立しようと、努めていた富山電気鉄道社長の佐伯宗義は、省栄自動車笹津線について、富山笹津間は、純然たる地方交通であって、国家の経営に属せしめる合理的必要性はなく、既存の富山鉄道に、配線保障を与えておきながら、なお、富山電鉄自動車に競合する路線を開業させる、ことは矛盾であると批判している。 1940年12月1日には、富山市内における一部路線を変更して、新大橋詰め及び裁判所前の確定車場を廃止し、1942年4月1日には、高官道前駅及び八木山駅における手荷物及び貨物の配達取り扱いの範囲を縮小した。省営自動車笹津線の廃線は1938年交付の、 陸上交通事業調整法に基づいて、1942年9月16日に、首相官邸において開かれた交通事業調整委員会によって、富山県がその調整区域に指定され、旅客自動車運輸事業を富山電気鉄道へ上と合併すると定められた、ことによって決定された。1942年11月8日の県か、交通事業統合にかかる、 第3回実行委員会においては、各交通事業者間における最終的な申し合わせが行われ、この際富山電気鉄道には、民営の笹津線バスは、省営バス以上に、運行の密る備えを図ることが求められた。1943年1月1日をもって、富山電気鉄道は、県下各交通事業者を統合し、富山地方鉄道と社名を改めている。 そして1943年2月28日限りをもって、昭恵自動車笹津線は廃止され、同年3月1日から、同区間の旅客運輸は、富山地方鉄道に、貨物運輸は、笹津町昭和運輸によって引き継がれた。1952年8月15日の大久保、笹津間の開業を祝う富山地方鉄道笹津駅、西町停留場で、 富山機動線直通主運転に臨む市議会議員と長い富山地方鉄道取締役富山鉄道線廃止後も鉄道復活の要望は大きく1940年8月9日に富山電気鉄道傘下の普南鉄道は南富山駅笹津駅間における鉄道不設免許の申請を行ったがこの申請は線火のために進展しないまま終戦を迎えた 元来一県一市外化を標榜して1943年に県下各陸上交通事業者を統合して誕生した富山地方鉄道は設立当時より笹津線の建設を計画しており1947年4月15日に再び南富山駅笹津駅間鉄道不設免許の申請を行い同年12月1日に免許を取得した これを受け工事志向認可申請を1948年3月24日に行ったが戦後混乱期における物資不足と鉄道不設工事のような大きな建設を行うには連合国軍最高司令官総司令部の指示を要するという情勢が計画を阻害した。かかる情勢を克服するため折から森内政策を代表として地元住民が組織した佐津戦規制同盟は 富山地方鉄道と共に連合国軍最高司令官総司令部及び運輸省に陳情を繰り返し1949年10月にその許可を取得した。こうして1949年11月10日より鉄道敷設工事に着手した。当初は河川電圧1500ボルトの鉄道線として建設し、立山線の車両を共用して運行を行う計画であったが、 富山市の経済圏拡大に伴い地元住民はその中心地たる西町へ乗り換えなしで行くことができるように求めており、富山軌動線との直通運転が構想された。そのため車両も富山軌動線との直通が可能な路面電車型のデコ線10型が新造され、河川電圧を700ボルトに高圧する申請が1950年7月10日に行われた。 そして1950年9月1日にまず第一期線として、南富山駅大久保町駅間が開通した。一方、笹津駅までの第二期線は、国鉄との連絡等に関する協議のために予定より、遅れ、1952年6月21日に建設に着手し、同年8月15日に開業にこぎつけた。笹津線の東山起動線への直通運転は、 富山地方鉄道50年市においては1950年10月1日より実施されたとあるが、実際には同年11月1日より行われた。直通運転による来駅車減少を危惧した南富山地区商店の反対や境愛なる道路への電車乗り入れに安全性が疑問視されたため、市長が同意しなかったために延期されたが、 市会議員の市場会等により解決が図られて実現に至った。当初の乗り入れは西町までであったが、1953年11月の富山機動線桜町西町間整備事業の竣工待町、1954年4月1日より富山駅前までの乗り入れを果たした。南富山駅新駅舎竣工を報道する新聞記事一方、 昭和30年代からの全国的減少であったモータリゼーションと過疎化の進行は、富山県においては一層早く進展しつつあった。これにより、富山地方鉄道経営課の鉄道線の輸送人員は1964年を頂点として、前言しており、こうした経営危機を打開するために、同社会調査機衆議は、自ら1965年11月に、 富山地方鉄道基盤整備指針をまとめ、翌1966年よりこれを実行に移した。ことに厳しい経営状況にあった、笹津線、伊水線、富士越支線及び上滝線は、軌道的運営方法に運営を改めることを主眼として、改革案がまとめられ、まず、富山軌道線を含めて集中管理を行う軌道本部の設置が進められた。 こうして老朽化した南富山駅を改築して、これを軌道本部とし、同駅構内を改造して従来一都市庁車庫と分散して留置されていた車両基地機能を一体化させる事業が始められ、1967年6月に着工し、翌1968年3月に全工程を完了した。これにより笹津線と富山軌動線は、 富山運転区として一体的な運営が可能になり、管理系費設現が実現された。トラックへの移行が目立ち、輸送量が減退していった、貨物取扱いの縮小も進められた。笹津線内においてはまず1967年9月1日に、大久保町駅及び伊豆宮駅における貨物取扱いが廃止され、九百七十年七月一日に、南富山駅がこれに続き、 残るは、笹津の四季島防石専用線のみとなった。また、1967年10月10日より、笹津線の富山機道線直通運転は取りやめられた。これは、市内交通の円滑化を視野に入れて行われた改正で、その代わりに、笹津線内は増発され、おおむね20分間隔のダイヤとなった。この改正で、笹津線は、 南富山駅笹津駅間46往復となり、笹津線の歴史の中で最も多い本数が運行されるようになった。また、この改正に合わせて、笹津線で運用されていた、で5010系電車は、同年9月から12月にかけて、統括制御改造が行われ、直接制御のままであった、で5000系電車は、富山機動線のみで運用されるようになった。 しかしこうした積極的な改革も進みゆく、モータリゼーションには大した効果を示さなかった。早くも1957年度より慢性的な赤字体質であった、笹津線は、1964年度の営業係数161を頂点として一連の改革によりあやその、不採算度合いに一旦落ち着きを見せたが、1968年度の営業係数は151。 1969年度の営業係数は170、1970年度の営業係数は157となり、赤字解消を望みうべき状況には至らなかった。これを受け、富山地方鉄道は1969年8月30日のダイヤ改正で改革によって増発された運行本数を減らし、人員と列車の削減に乗り出した。 このダイヤ改正と同じ年に観光した国道41号線全線の舗装完了は沿線地域の車社会化にさらなる白車をかけ利用者数は一層減少していった。1971年5月1日のダイヤ改正においてはこれまでの運用思想を転換してラッシュ時の輸送と基本の定型輸送を区分し昼間の列車を削減する効率的ダイヤが施行された。 だが、すでに、笹津線の累積赤字はなんだ改善の見込みなく、このままでは、富山地方鉄道の経営全体が、期待に陥るものと考えられており、同年5月28日の株主総会においては、笹津線、伊水線及び、富山軌道線の一部を廃止することが決定された。折から県下においては、下越の鉄道が下越線廃止を発表したばかりで、あったので、 生活路線が失われるという不安から沿線住民の衝撃は大きかった。特に大きな影響を受ける大沢の町においては大々的な廃線反対運動が行われ、町民は大沢の町笹津線廃止反対規制同盟会を組織し、町議会も交通対策特別委員会を設置してこの問題に当たった。富山市においても南富山周辺の住民が富山市南部地区、 佐々津線廃止反対規制同盟会を結成し、一万五千人の署名を集めて廃止反対を訴えた。こうした反対運動に対しと山地方鉄道は、再三の説明を行い、切迫した経営状況の再建には廃止の他に道はない旨を訴えた。廃線反対の主な理由であった冬季交通や自動車代行による不定規制等に対する不安を解消するために、 具体的な代替バス運行計画も何度も行われた。これを受け、富山市は1973年8月に廃線に同意し、1974年12月には、大沢野町もバス増発等の条件付きで廃線に同意した。同年12月2日には、富山県、富山市、大沢野町及び、富山地方鉄道の4社が、笹津線廃止に調印し、 1975年2月に運輸省へ笹津線廃止を申請してその許可を受けた。四季島盲石笹津工場の貨物取扱いの今後をめぐって国鉄笹津駅における取扱いを要望した富山、地方鉄道及び四季島盲石と同駅における貨物、取扱い能力不足を理由として富山駅での取扱いを主張した金沢。 鉄道管理局の三社の間で意見がまとまらず、紛糾する事態が起こったが、国鉄側が譲歩し、結局笹津駅での取り扱い継続が実現された。この解決により、廃線に至るすべての問題は解決され、1975年3月31日限りでの笹津線廃止が決定した。 廃線をめぐって議論が行われていた1974年7月10日には、水害によって、熊野川鉄橋の橋脚が傾斜し、4両の電車が、笹塚田に取り残された。これを機に廃止されるのではないかという危機であったが、その20日後の7月30日に復旧し、通常運行に復していた。こうして迎えた1975年3月31日の、富山は雨であった。 同月29日から掲出されていた、さようなら笹津線の看板を取り付け、始発列車は5時58分に、南富山駅を発車し、笹津駅へ向かった。午後0時40分なんと山駅発の電車から、無料運行が行われ、途中駅では別れを惜しむ人々が乗車しきれず、積み残される場面もあった。前日に、敷島宝石笹津工場専用線からの貨車二両を、 国鉄側へ引き渡し、最後の役目を終えた出来6500には、南富山駅へ改装された。午後9時54分発南富山駅発の下り方面集列車の乗務員には、花束が贈られ、お別れの記念式典が行われた。笹津線の最終列車は22時32分、笹津発南富山行の列車であった。上野駅で最後のタブレット交換を行い、 南富山駅へ20人の乗客を運び運行を終えた。南富山駅では、富山地方鉄道社長熊野周一一家、同社幹部がホームに整列して最終列車を迎えた。熊野は北日本新聞社の取材に対し、自らの手で敷いたレールを外さなければならないのは、あまりにも皮肉と考えを非劇し、複雑な面持ちで列車を見送った。アクル同年4月1日に、 南と山駅前及び、笹津駅前にて代替バスの発車式が行われた。代替バスは、国道41号線の既存バス路線増発を主体としつつ、笹津熊野団地南と山と山間及び、笹津大乗袋から、南と山間の新設に路線を加えた6系統10路線、195本の運行が確保された。代替運行初日はこれにより混乱なく、 運行が行われた。廃線後はほぼ全線が2車線な舗装道路となっている。富山市内では、富山市道、旧大沢の町内では、富山県道318号笹津安陽寺線となっている。熊野川に架か,かる江南大橋の欄干には、鉄道の車輪がデザインされている。駅名及び、所在地は廃止時点のもの。全駅富山県に所在。 富山鉄道線における駅は次の通りであった。微行に特筆しない駅は、すべて1914年12月6日に開業し、1933年4月20日に廃止された。1934年12月15日現在における、笹津線の自動車駅は次の通りであった。なお、一般に、国鉄自動車線には停車場の他に、 旅客取扱いを行う乗降場を設けている場合があるが、下記の表に乗降場は含めていない。1940年12月1日以降の笹津線の自動車駅は次の通りであった。注車区出展笹津線に関するカテゴリー。ありがとうございます。